グレゴリーホラーショー、前回の続きからプレイしていきましょう。とりあえず、あれだよね。天秤くん？天秤くんじゃねえや。ゴールドのとこに行かなきゃいけないんだよね。ゴールドって2階だったよね、確かね。行ってみるか。こっち誰もいない？大丈夫？どこだっけ？こっちだっけ？向こうだっけ？こっちの橋だったような気もするんだけどな。あ、ここだわ。どう見てもここだわ。あれ？ここじゃないの？あれ？あれ？え、ここだとばかり思い込んできたのだが。え、まさか違うの？本当に？本当に言ってる？え？どう見てもここの部屋でしょ。あれ？ちょっと待って。今俺どういう状態だ？あれ？俺セーブしないでやめてる？これもしかして。え？あ、なんかいる。なんかいるけど。え？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。魂。あ、いや、そうだよね。審判小僧ゴールド。地下か。地下になんか、一人。まだ見たことないやつがいるな。もう絶対ここだと思ったのに。だって前もね、審判小僧の時も、普通に、部屋来るだけで OK だった気はするから。違ったっけ？何やってんの？何もやってないよ。やましいことは何一つやっておりません。てか、暗闇のせいですげえ見づらい。目薬が欲しい。まだついてくるか鬱陶しいな。鬱陶しいなって子供に言うことじゃねえよな。なになに、まだついてくるの？にゃーじゃないんだよ。にゃーっていうキャラどっかで見たな。なんだっけ。え、なに、うわってか普通に追ってくんの。あ、やべ、ちょっと待って待って、なんで回して回して、はい回して。え、うん、いいけど。うわ、また回してね。え、っていうか別に俺こいつにさ、なんか商品で魂をもらったけどさ、悪いことはしてないよな。もっと悪いことしてたやついっぱいいるけどな。回復しとこ。フロアを、地下3階か。地下3階嫌なやつもいたな。あいつがいるのか。大丈夫かな。よし、とりあえず下に行きたいんだが、こっちか。よしよし。地下3階か、遠いな。目薬使っとこうか。目薬。暗闇見づらいもんね、さすがにね。目薬したからって。わお。やばい、ちょっと待って待って待って。ああ、もう。すれ違いたかったのにな。回して回して、はい回して。これパターンあったりするかな。飛ばしちゃった。ないよね、多分ね。とりあえず、レッドハープ使っとこうか。ちょっともったいない気がするけど。行こう。こっち行って、移動してるかな？してないな。下に行って。下にいるな。アイテムあるかな？とりあえずなんか拾えるもんがあったら、拾っときたいんだけど。確かここに、ハーブ部屋があった気がするけど、ハーブはいいな。別のやつが欲しいな。てか、目薬のストックが欲しい。
下に行くか。あのテレビフィッシュさ、俺に危害加える？こっち行った？行ったね。うわ、バレた。よしよし、向こう行った。こっち回ろう。オッケーオッケー。これはなんか開くやつだっけ。そうだったよね。下までが遠いんだよな俺な。もうちょっと考えて作れよな。昔のデパートみたいな構造してるからな。ぐるっと回って地下だね。あれは薬かな。葉っぱ系じゃないよね。スピードプラス、スピードプラス。まあでもな、使いどころかな。よーっと、どうしよう。あそこに用があるんだけどな、非常に邪魔だ。あれ？あれじゃないんだよ。やべ、バレたか。とりあえず逃げようか。うっとうしい、ぬっとうしい、ぬっとうしいやつだよ。あれどうしようかな。あれ？こっち来るよな。俺はその下に用事があるんだけどな。あれ？いない。いや、言ってんじゃん、もう。はい、ということで、来たけど、来たけど、来たけど、ちょっと待って、ゴールドいたな、ゴールドいるけど、ゴールドいるけど捕まった。シェフ、めっちゃ来るな、しつこいな、なんだこいつ。消すぞ、お前の火。マジさ、その。ガチの殺し方で来るからさ、こいつだけ。こいつだけっていうか、こいつは特に。うわぁ、もういなくなってるよ、もう。どこ行ったよ。あ、出てる。外にいるわ。ゴールド？ゴールド？ゴールド、どこ行った？寝ちゃった。寝ちゃったよ、もう。レッドハーブ使った方が。ハーブっていうのはやっぱカプコンらしい。ジャッジメント！よくぞここまでたどり着いた。まずはそれを褒めたたえよう。ありがとう。めちゃくちゃ大変だった。これから君の最後の審判を行うのではないか。ジャッジメント！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 それでは最後の審判を始めよう。君はカクタスガンマンから魂を奪うために追跡中。彼は談話室でテレビを見ていました。え？見てたっけ、そもそも。西部劇。よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。金と愛情を計りにかけりゃ。大丈夫かな。君の心もゆらゆらチーン。あいつ飲んでるとこしか見たことないんだけど。ジャッジメント！はい、カッフン。ハートが残ったダラーが落ちて割れた。それは合ってんのか。君はテレビフィッシュの行動を観察中。テレビフィッシュから魂を奪うため使った道具はどっち。乾電池。よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。これで答えがわかるよな、さっきの。金と愛情を計りにかけりゃ。でも愛情残ってんのがゆらゆらチーン。正解な気もするけどな。ジャッジメント！はい、あ、いいぞいいぞいいぞ。ニコは合ってるはず。あれ、まだあんのかよ。君はエンジェルドッグを追跡中。彼女は突然喧嘩を始めました。喧嘩をしていた相手はどっちだ。どっちかと喧嘩するって言ったらグレゴリーじゃない。喧嘩してんの見たことないけど。それじゃあ真実の嫌ってたもんな、グレゴリーのこと。あいつ来ないんだとか言ってたもんね。
金と愛情はかりにかけりゃ君の心もゆらゆらちーん。あのはかりの真ん中5トンもあんだジャッジメント。それを軽々ってやばいな。ダラーが落ちて割れた方がいいよね、多分ね。君はミイラ父ちゃんの行動を観察中。うん。彼は毎朝8時になると、ある場所へ移動していました。ミイラ父ちゃん。ある場所とはどっちだ？ミイラ父ちゃん。診察室。よし、それじゃ。どうかな、どうかな。ジャッジメン！はい、はっ。よし。合ってるんだよね、これ。人間になってない、なんか。君はキャサリンの行動を観察中。彼女は談話させて、談話室でおやつを食べながらテレビを見ていました。その時食べていたのはどっちだ？あー、どっちだ？ドーナツっぽい。よし。ドーナツっぽい。はい、ハック。いけた？大丈夫？君には、まだ現実を見つめる力と試練に耐える精神力があるようだ。おー。この先に待つ。辛い試練を乗り越えていく君にこれをプレゼントしようではないか。やったぜ。運ゲーだな。完全に運ゲーだったな。ありがとう。もらっていくね。ファイト一発。これが多分最後のファイト一発だな。え、こんなんでエンディングかい？出てってすぐ、やった、やっと、おー、あぶねえ。あぶねえなぁ。とりあえず、シェフがなぁ。ん？何を指して言ってる？シェフが下にいるからなぁ。これが厄介だ。多分そこにいるんでしょ、今。多分。もうちょっと待ってからかな。え、もうこれでエンディングかい？ずいぶんあれだなぁ。なんかあっさりだなぁ。でもまだあれだもんな、グレゴリーママとか、そんなんと関わってないからなぁ。あるとは思うんだけどなぁ、そういうの。セーブしたい。セーブしたい。この距離あったら大丈夫だろう。オッケーオッケー。入れ入れ、早く。オッケーオッケー。よーしよし。やったよ、カエル。俺もうこっから出られるんだぞ。12個溜まったからなぁ。道の行方。うん。もう道はね。違う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 。俺の道は全然定まってなかったな。うん。また来るよ。また来るよ。いや、またはないな。てか、あいつがさ、そうだ、鍵穴ないんだ。あ、やべ。やばい。よしよし。これで、やばい。オッケー。ああ、ダメだ、ダメだ。まあいいや、寝るし。だからお前だけでガチなんだよ。なんかシェフに捕まることがすげえ多い気がする。なんのあれもなく出ちゃったけど、ちゃんとマップ確認した方がいいな。出る前には猫にお礼も言っとかないとな。よし、寝よう。断ち切ってくれ。最後の断ち切りだ。でもグレゴリーママがさ、持ってる魂全部こいつに押し付けるのもできるよな。できないのかな。あれ、解放した方がいいんじゃないの。わしが探しとった魂、これで全部集まったで。アンさんのおかげや。うん、ありがとね。お互いウィンウィンの関係だからな、完全に。預かった収支に反抗しておきますぜ。よっしゃ。約束通り元の世界に戻る道を開けたろうやないか。あ、やっぱ、あそこ開けてくれるんだ。多分あれだよね、ロビーのドアだよね。審判小僧ゴールド。元の世界の扉はロビーの正面玄関や。その前にな、集めた魂全部バッサリ解放すんで。首を買ってるように見えるからやめてくんないかな、それ。怖いんだけど。
これで、え？ 5 夜？あ、脱出の時、うん、それだけだよね。それだけだよね。それは本当かい、グレゴリー。あの客が魂を集めているというのは。はい、ママ。すでに魂を全部解放してしまったようで。元はといえばお前のせいなんだよ。お前の脳みそには記憶力ってものがないのかい。おやめください、ママ。おのれ、こうなったら奴自身を魂にして飲み込んでやるよ。待ってるがいい。困ります。よし、正面玄関から元の世界に戻るぞ。誰かいないか？大丈夫か？え、ちょっと待って。え、誰もいない。え、なんで？猫しかいねえ。ちょっと猫に挨拶しに行こうか。ありがとうね。君がいなかったらもう最初からダメだったよ。今本当のことを言うと、君がこのままやり抜くとはできないとは思っていたにゃ。いつもやってくる客のように立ち向かうことに疲れ、逃げてそのまま流されて、結局はこのホテルに居ついてしまうのだろうと。でも違ったにゃ。そうだね。でもナンパとか日にち開けたりしたからね、半分逃げたようなもんだけどな。君は君、ただ一人君の意志で現実に帰ると決め、それをやり遂げようとしたにゃ。願うことなら誰にでもできるにゃ。だけどそれを実行するものはどれだけいるにゃ。ありがとうにゃ。僕も決心がついたにゃ。さあ、あとはロビーの扉から出ていくだけにゃ。決心がついた。扉の外に出たら振り向かず行くこと、僕と約束してほしいにゃ。振り向かずだな。オッケー、ありがとな。まっすぐだな。よしよし。これどっちだ、どっちだっけ。まっすぐ行って右だな。右ってことはこっちから見ると左か。オッケーオッケー。えい、寝るぞ。え、なんで開かないな。あれ、なんで。どこへ行こうとしてるんだ。え、ちょっとコンビニまで。あんたかい、私の大事な魂を集めて回ってたの。そんな滅相もない。そんなことをしたのに逃げられると思ってるなんて大した度胸じゃないか。死神はちゃんと最後まで責任持ってほしい。そうはいかないんだよ。いかないんだって。うわ、ん、今の攻撃でドアがきしんだ。ドアにひびが。避けて当てさせんのか。オッケー、わかった。そういう系か。何をしているにゃ。早く立ち上がるにゃ。猫ゾンビ。ここで諦めちゃダメにゃ。さあ、出口へ向かうにゃ。ここどこだ。現実に帰りたいのなら、ここから早く逃げ出すにゃ。あの扉の向こうには君の帰りたい世界があるにゃ。君だけが味方だよ。誰？気のせいか。ここどこだ？ここはどこだ？どここれ？地下1階？地下1階？地下1階のどここれ。え、見覚えがないんだけど。暗闇のせいで一寸先もちょっと見えないし。ん？これあれか、鍵かかってたとこか。そうっぽいかな。ん？違うな。まあいっか、とりあえず上行ってみる。
猫。どこだこれ。マップ持ってないってことか、もしかして。違うか。このドアは、あ、これママの部屋だ。天使のハーブ、やばそうなもん。希望の鍵。え、天使のハーブって何、ちょっとやばそうなんだけど。一度だけ助けてくれる。おお、いいねいいね。これは、あありがてえ、使おう。今完全に暗闇状態だもんね。メンタルプラス。あら、レッドハーブティー。俺目薬、あ、そうか、今暗闇じゃないんだ。あ、じゃあグリーンハーブ使ってメンタルプラスの方がいいかな。レッドハーブティーでもいいかもしれないけどな。メンタルプラスって何なの。2時間だけ。あ、これ使って、これを持っといて、早く2時間以内に、2時間以内に脱出しよう。よしよし、あれあれ、あ、ここじゃない。迷うなぁ、ここ。ここで、出て、で、これもまた下でしょ。結構迷うぞ、これ。これも出るのか。で、前の道を進んでいけばいい？ここっぽいな。オッケー、行こう。早く出るんだ。現実世界でこいつがどんなやつかのっていうのもよくわかんないしな。まあでも、幸せになってもらわんとな。一応自分の分身だからね、この子は。あ、やっぱそうだ、これ鍵かかってるとこだ。よしよし。この曲好きだよね、好きだよねって。好きなんだよね。なんだろう、こう希望が湧いてくる感じ。毎回あれじゃん、魂手に入れる時の曲だからさ、なんかいい時の曲ってやっぱ好きに、ん？おすすめ、あ、階段か。めっちゃ赤いんだけど、ここ。なんで？うお！どんな視界系だよ。おやおや、よくもまあ戻ってこれたね。よくもまあ鍵をあんなところ置いてたね。根性があるじゃないか。だけどこの私に歯向かうとは面白い。覚悟しろ。覚悟するのはどっちだい。やべ、はこっち来い。いた、そら、そら、そらじゃないんだよ。はドアに、ドアに、ドアに、ドアに。ちょっと待って待って、あーくそ、外した、外したっていうかタイミング難しいな。やば、危ない危ない。今か今か、今もうちょっとか。来るな、次来るな。やばい、よし、これだな。ちょっと回復するか。ちょっとでいいんだ。ちょっとでいいんだけど。もうちょっと粘るか。やばい、やばいやばい、やばいやばい。危ない危ない。あのワープの後で疲れるから、そこを狙うしかない。ここだな。ああ、くそ。場所が悪い。よしよし。おお、ちょっと待って、近いな。うわっ、当たった、ちょっと俺にも当たったな。違う違う違う、これって今使っといた方がいいの、わかんねえな。スピードアップ。
はいえ早いわこれ。終わった。よしよし、撃ってこい、そっから撃ってこい、余裕だ、避けてやろう。まだいけないか。もう走ってこい、ほらほら、ネズミ風情がよ。うわっ、いける、うわっ、やっぱ横か。おい、あれどれ、ほら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 、よちょちかわいいね、どうしたの。ほいほいほい、ほら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 、撃ってこいよ、当ててみな。くそお前、別んとこに当てやがったな。ほら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 、お利口さんお利口さん、よちよち歩きね、できたね、よかったね。ほい、撃ってこい、だいぶかかるな。一発目からワープしてきたな。やば、ちょっと待って待って待って、危な、待って待って待って、やばい、そろそろ撃ってこい。あ、ダメだ、ちょっと待って待って待って、動け動け、ふい、やばい、よしよし、当たった、俺にも当たったな、困るな。待て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 、回復させろ。危ない危ない、これっていつ使うんだろう。あ、やっぱ意味ないんだ。 OK、 これでやば、まあ、相手のさ走る速度が別に変わんないからさ、追いつかれることはないよね。よし、撃ってこい、よしよし、撃ってくれな、やばい、うぃ、これ防ぐ方法どうなんだろう。なんかフラフラするんだけど、こっち寄せといてぐるっと回ると、余裕だな、やば、ほい、そろ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 あれやってこい、危ない危ない、そろそろ疲れてくれ。元気だなおばあちゃん。おばあちゃんっていうほどの年でもないのかな。やばい、あ、ダメか、くそ、やばい、ちょっと待って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 、ちょっと待って、どうしよう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 、待って待って、ちょっと待って、間違えない間違えない、回復効果大、オッケーオッケー、使っとこう、やばい、いいとこにワープするな、流れの経験か。もう2回ぐらいで壊れそうな気はするんだけどな、その2回がなかなか。多分俺が向かおうとしてるとこにワープするんだと思うんだけど、だからちょっとワープするときはさ、この向こう側を狙ってさ、一応立ってるんだけど、なかなか難しいな。ほらやっぱ俺の進行方向見てるよな、やっぱそうだよね。こっち向く、オッケー、なんとなく、なんとなくはつかめてきたけど、それにしても冗長なバトルだな。オッケーオッケー、いいんじゃない、まだか、あと1回2回だと思うんだけどな。やばっ、何笑ってんの、どうしたどうした、気が触れた、おお、出す出す、なさしないよ、
前だけは、お前だけは決して逃がさしないよ。めっちゃ怒ってんな。逃げろ逃げろ。え、なになに、学校の階段3のラストみたいだ。はい、どこへ行かれるのですか。あ、ちょっとコンビニまで。お客様、お戻りください。その先には辛い辛い現実しかないのですよ。ここにいた方が幸せだとは思わんの。無言無言帰宅。行ってしまいましたか。え、スタンド。お客様、どこへ行くのですか。お客様、なんちゃらマウスみたいな見た目してんの。あの月のない夜のこと。忘れてって言わなかったっけ。ここから逃げ出してどうするのですか。めっちゃ減っていくな。お戻りくださいませ。一回でも死ねるからな。早く早く逃げろ逃げろ。無駄かどうか俺が決める。グレゴリー最初からあれ使えばよかったのにな。これお諦めください。お客様、よしよし逃げ切った。お客様、お部屋を開けてお待ちしております。商売人の鏡だな。第6夜猫ゾンビ第6夜。え、逃げ切ったよね俺。あれ、断ち切ったろか、その思い断ち切ったろか。アリさん、やってくれたんやな。さあ、約束通り元の世界に戻したろやないかい。ほれ、この道を行けばええんや。え、なんや、用事があるんかいな。はよ済ませてきや。一番いいやつだな多分。第6夜。え、俺挨拶したよ。まだこんなところにいたのかにゃ。一緒に逃げる？おいで。お礼なんていらないにゃ。早く行くといいにゃ。大丈夫？一緒に行こうって。それはできないにゃ。この足かせは僕の苦しみ、苦しみから目をそらすことはできないにゃ。同情はやめてくれにゃ。さっさと行くにゃ。君はもう決めたんだにゃ。振り返らずに行くにゃ。あいつが逃げちまうよ。大丈夫ですよ、マンマ。今から追いかけてとっ捕まえればまだ間に合います。なんだ、また鎖を食いちぎったのか。ここはお前の来るところではないぞ。部屋に戻ってろ。早く止めるんだよ、グレゴリー。幸せなだけの夢を見るのが疲れた。もう終わりにするにゃ。消火開始、ピューピュー。あ、私の魂たちが。なあ、燃えてゆく欲望と情念が入り混じる真実と虚構で積み上げてきた私のカオスが、無縁の炎に包まれてゆく。
ほら、真っ赤な炎よ。この世界は君の迷いが生んだ世界、君の心の弱さが生んだ幻のホテル。現実に戻るか戻らないか決めるのは君だ。と聞こえてきた悲鳴に思わず振り返った私が見たものは、空を夜間ばかりに燃え上がったホテルが崩れ落ちるところだった。一体なぜあんなことになったのか、今となっては知る由もない。私にできたことはただ走ること、ひたすら光る道を走り続けることだった。今ならわかる。あのホテルは現実から逃げ出した私が作った幻の世界だったのだ。確かに私はあのホテルから逃げてきた。しかし私のために用意された部屋、そう、優しい狂気と生温かい恐怖に満ち、私を温めてくれた。あの幻の部屋を出て現実に帰るということは、寒風を一身に受け苦しみに立ち向かうことであると、その時の私は気がついていたのだろうか。だけどこれから先現実に立ち向かうことに疲れてしまったら、私は再びあのホテルを訪れるに違いない。その時が来たら、今度こそ現実に戻ることはないだろう。はい、終わりましたね。猫ゾンビって感じなんだけど、正直。こうしてまた一人。お帰りなさいませ、お客様。わかっておりましたとも、戻ってきてくださると。だいぶ現実にお疲れのようで、ごゆっくりお休みくださいませ。Welcome to Gregory House。 でもこれ主人公だけの、まあセーブする？セーブするか。主人公だけの幻影っていうよりは、その現実が疲れて逃げてきた魂の寄り所、集まるところだったっていうことなんだよね、多分。猫ゾンビ。逃げたかったな。俺がさ、ここで話すか、これ、多分、押したら多分、あれでしょ、また始まるでしょ。自分が、一番最初に、
アイテムボックスの中にこれいらないなって思って突っ込んだあの赤いハンカチがあそこで生きてくるとは思わなかったし、あそこでさ本当に優しく最初から最後まで味方でいてくれた、まあ、途中から味方になったっていうかその、まあ、セーブとかねその程度のあれはあるけど、あれはあくまで中立かなって自分の中で思ってて、 100% 味方、まあ審判小僧もどうだったのかっていう話なんだけど、最初から脱出するためにこっちに力を貸してくれた猫ゾンビとせっかくなら一緒に出たかったよね。猫ゾンビが何をしたのかっていうのは全然わからないことなんだけど、原作見たらわかんのかな。でも一緒に出たかったな。罪、確かに何か悪いことをしたらそれ相応の償いっていうのは必要になると思うし、その周りも多分求めてくることだと思うんだよ。周りが求めるからやるっていうことではないんだけど、でもさ、それと思い詰めることは別かなって思ってて、ある程度その罰を受けたなら別の道があってもいいんじゃないかなって思うんだよね。でも猫ゾンビが主人公を見て影響を受けて、あの赤いハンカチで勇気を持って全て終わりにするっていう選択肢をしたっていうのは本当に良かったなって思うし、良かったなっていうかなんかすごいことだなって思うし、めっちゃ泣きそうになったし、あそこはうるうるしながら見てたんだけど、まあ俺このゲームの感想っていうよりは猫ゾンビの感想になってるんだけど、でもゲーム全体を通しても他人の行動を観察する、俺あんまりできてなかったけど、他人の行動を観察してその行動からどうすればそいつの弱点をつけるのかとか、そういうのが分かっていく、調べていくっていうのも面白かったし、まあ最後の方ちょっと難しかったけど、それでもねやっぱ楽しかったね。これ確か2周目からはハードモードかなんかが解放されるとかなんでね、なんだっけな、なんか変わるのかな、それもよくわかんないけど、まあね、また疲れたことがあったらこの世界に来ようかな。ぜひね、グレゴリーホラーショー若干中古でも高いんですよ。中古でも新品ぐらいの値段するんですけど、 PS2 のね、ぜひまあ余裕がある人がいれば、 PS2 持っててちょっとやってみたいなっていう人がいれば、で Amazon とかでね中古で売ってるんで、ぜひぜひプレイしてみてください。本当に自分が見れてないとこってたくさんあるんですよ。審判小僧ゴールドの問題、そんなんあったのみたいな完全に勘で解きましたけど、ああいうのもねちゃんとメモ帳とかに全部そのにスケジュールが埋まっていくんで、そういうのを埋めてぜひねクリアしてみてください。それではね、ちょくちょく抜けたりとかねありましたけど、抜けたりとか、あと収録ミスねありましたけど、本当に面白いゲームで、なんだろうな、面白いっていうかすごいホラーとか可愛いなっていうノリで始めたけど、なんかいろいろ胸に刺さるものがあったというか、なのでね、ぜひなんか気になった人はやってみてください。それでは、シリーズお付き合いいただきありがとうございました。またね別の機会別のゲームでお会いいたしましょう。